こんにちは、コスケです。今日はこのツインネギっていうね、ネギ2本でできる武器があるんだけど、これをねちょっと最強にしていこうかなと思います。昨日はねベジタブレードっていうね装備をちょっと救いに行ったんですが、今回はねまあそれのネギバージョンだね。でこれね正直結構使い勝手がいいというか、ネギ2本で作れる装備の割に元からの攻撃力がね309あるんね。で309っていうと結構高いよ。本当に序盤の序盤で作れる武器の中ではかなり高い。で、まずね、アレンジ枠にグリッタを入れて、まあ、いつものごとく、しっかりと射程を伸ばしていくんですが、今回ね、ツインネッギっていうことで、まあ、もちろんね、双剣っていうのは敵にどんどんダメージをいっぱい与えていける系だから、やっぱり状態異常なんよ。で、もちろん、いつものこれ。いつもの歌の小瓶入れて、全部の状態異常を 10% つけた後に、さらに10倍説を使って、まあ、全状態異常 90% と。で、あとは、まあ、いつものごとくってかさ、このゲームあれなんだよね。なんか、基本的に、もう強化のやり方が、もうほぼ同じなんよ。もうどの武器でも基本的にやること同じっていうところはある。それは仕方なし。うん。もうそれはもう仕方なしの仕方なし。で、これ。このキメラの尻尾がね、毒と麻痺の攻撃 50% あるから、とりあえずこれも入れて 100% にしておいて、あとあれだね。睡眠攻撃、あげたいかな。確か俺なんか今手持ちにね、あれなかったっけな。手持ちにね、あったあった。アンブロシアのイバラ。これで睡眠も 100% だね。んで、あと何入れようかな。正直ね、もうこの時点で完成まであるんだけど、レベル8で。まあ、適当にこの、ハートの、あれとか、入れときゃいいかな。あと正直入れるもんねえな、別に。まあ、レベル9だけど、いくか、これね。で、双剣ってやっぱり手数武器だから、ほら、攻撃力今ね、940しかないんだけど、もう状態異常で敵を殴り倒していくと。ただね、これ一つ、あれなのが、やっぱボス戦って、ボスってさ、機関からさ、状態異常が。ほら、これもうすごくない？もうこいつ何もできんよ。もう状態異常食らったら何もできん。こういうね、魔法使ってくる系の敵には、本当に状態異常が強くて。すげえな。やっぱね、このとりあえず攻撃当てるだけで、ほら、こいつとかもさ、待って。あ、ほら、これでもう相手魔法使えなくなって寝とるやろ。起きて。起きて。やばいわ。睡眠攻撃 100% だからかな。一生起きんわ。ちょっと待って。せっかくの手数を見せたいんに。手数を見せていきたい。やっぱね、敵が多ければ多いほど輝くから。こう、ザッ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 と。で、やっぱりグリッタ奇跡いいな。これグリッタ奇跡あるかないかでかなり、楽しさ変わるぞ。やべえな、これ。最近始めた人のために、グリッタ奇跡の撮り方の動画、もう一回やるべきか。あ、ほらほら見て。このさ、ボス、あれ？こいつボスのくせに食らうじゃん。え？待って、こいつボスのくせに、食らう。すげえ。すごい。もう通常攻撃しか、できんくなっとるって。すごいな。これ楽だな。このグレーターデーモンってね、結構ね、地面破壊する系のね、行動してくるんよ。何しろ。あ、すごいわ。これグレーターデーモンの簡単な倒し方じゃん。まあ、つうわけでね、状態異常武器って、まあ、基本的にはボスにはそんなに有効ではないんだけど、一部効くな。てか、そんなことよりも、なんかもう、グリッタが強すぎるな。あと、俺のレベルが高いから結構攻撃力も出るな。まあ、1万1000ぐらいまでだったらね、俺今まで放置でレベル上げる方法とかも上げとるし、まあ、いけるか。ということで皆さんもぜひ、ツインネッギ使ってみてください。正直はツインネッギじゃなくていいんだけど、俺はツインネッギを救いました。